皆さん、こんにちは。マジスカなニュースが飛び込んできました。カトゥーン中丸雄一さんの女子大生とのホテル密会が報じられ、休業することが分かりました。元日テレアナウンサーの笹崎里奈さんと結婚したばかりの彼がなぜ密会してしまったのか。今回は中丸さんの不倫、事務所からのコメント、世間の反応について調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。中丸和さん、1998年に旧ジャニーズ事務所に入所し、2006年にカトゥーンの一員としてデビュー。2001年に6人で結成され、デビュー前に東京ドーム公演を行うなど異例の人気を博し、 CD デビュー曲リアルフェイスはミリオンセラーを記録。しかしその後メンバーの脱退が相次ぎ、16年に活動休止を発表。そこから約2年の充電期間を経て、現在の体制である亀梨和也さん、上田竜也さん、中丸さんの3人組で再始動します。中丸さんは最年長としてグループを牽引し、活躍の場はアイドル界だけに止まらず、人気絶頂の2008年、24歳の時に早稲田大学の e スクールに入学し、学び直した勉強家でジャニーズ初の総大卒アイドルになりました。地上波のドラマで主演を張るほどの実力を持ちながら、20年以降俳優業はパッタリ辞めており、お芝居関係の仕事は卒業しているんでと公言するほど、今は YouTuber や漫画家として邁進しています。2021年には嵐の二宮和也さんが開設した YouTube チャンネル「よにのチャンネル」のメンバーとして動画編集を担当し、漫画家としては「山田くんのざわめく時間」で2023年にデビューしています。さらに毎週日曜朝に生放送される日本テレビ系情報番組「週一」では「マジっすか?」というレギュラーコーナーを担当。コメンテーターとしても才能を発揮しています。そんな中丸さんが生涯の伴侶として選んだのが、元日本テレビアナウンサーの笹崎里奈でした。笹崎さんは東洋英和女学院大を卒業後、2015年に日テレ入社、2023年末に同局を退社し、中丸さんとは週一で15年から18年まで共演。同番組を卒業してしばらくして再会し、意気投合したことが交際のきっかけとなり、初めから結婚を前提とした付き合いで、2022年には中丸さんの母に2人で挨拶を済ませていたそうです。そして今年1月16日、中丸さんは事務所を通じて結婚を発表し、これからはより一層自分らしく芸事に励み、人に必要とされるように努めてまいります、とコメントしていました。婚姻届は関係者が提出しており、笹崎さんは中丸さんをサポートするために専業主婦になると仕事に見切りをつけ、現在はフリーで活動中です。中丸さんはこれまでこれといった熱愛報道がなく、ファンにとっても寝耳に水の電撃婚でした。1月28日結婚後初の公の場で新妻について質問された際、アイドルをやっているのでここは答えない方がいいですねと述べ、ファンを気遣っていたのですが、7月4日中丸さんと20代女性の密会現場を週刊文春に目撃されてしまいます。午後6時半ごろ、タクシーがホテル前に停車すると、正面玄関から女性が現れ、続いて中丸さんが裏口から現れ、タクシーに乗り込んだ女性はそのまま郊外へ向かい、中丸さんは車とは逆方向へと歩いていきます。マスクを目下まで着用し、見バレしないようにホテルを出てからもしばらく周囲を警戒。マネージャーなど仕事関係者が傍らに付き添うわけでもなく、完全にプライベートだったようです。中丸さんがホテルで会っていたのは橋本環奈の高身長の若い女性で、都内の大学に通う20代学生の A さんであることが分かりました。 A さんの知人が明かした話によると、A さんは中丸さんとはたまに食事をする仲だそうで、路上ナンパされて1年くらい前に知り合ったと言います。
この日は中丸さんから呼び出されたそうで、帰りにタクシー代として7000円もらったそうです。1年前といえばすでに中丸さんは笹崎さんと付き合っており、自分の母親に紹介した後でもあり、文春は A さんに突撃取材を敢行。7月4日中丸さんとアパホテルにいましたよね、という記者の問いかけに、しばらく無言を貫いた後、何を言っているかわからないと続けた A さんでしたが、やがて、わかりました、悪いことはしていないので、と口を開き始めます。 A さんの話によると、中丸さんとはこれまで2回ほどだけランチに行った中で、その日もご飯に行くのかと思い、待ち合わせの場所に行き合流したら、そのまま中丸さんが、ここの部屋取ってるから、と、アパホテルに入ったそうです。え、ホテル、と思ったものの、相手は有名人で、このまま立ち往生するわけにも、いかないと思い、一緒に入ったそうです。ただ、本当に何もしておらず、A さんは次の予定もあったため、ちょっと相談事をして、すぐに部屋を出たそうです。帰りに A さんは中丸さんから、7000円をもらっていたと言いますが、予定に間に合いそうになく、タクシー乗ろうかなと、スマホで探していたら、ごめん、これだけしかない、と、中丸さんが財布内のお金を、全部くれただけです。結果、足りませんでしたし、お金をもらう関係ではない、とのことです。初めて会ったのは、東京千代田区あたりで、電話番号を教えてほしいと、中丸さんから声をかけられたそうで、1年前かどうかという、細かいことは覚えていないものの、そのくらいだったと思うと話しています。二人はホテルで何をしていたのかが、非常に気になるところですよね。A さんは、話していただけ、そもそも頻繁に会う関係じゃなく、あっちからの誘いも、20回くらい断っている。ただ、今思えば奥さんがいると知ってて、入ったことは、悪かった、と話しています。スタート社は、今回、中丸の取った、行動につきましては、社会的にも影響力のある立場として、自覚と責任に欠けた行動であり、弊社といたしましても看過できず、大変遺憾に思っております。中丸自身も厳粛に受け止めており、ご家族やお相手の方に対しても、辛い思いをさせてしまったことを、深く反省しております。今後についてですが、本人の希望も含め、謹慎することとさせていただきます。とコメントしています。この衝撃ニュースに対して、SNS 上では、スキャンダルと聞いて、すぐ頭に浮かぶのは不倫。まだ結婚して間もないけど、夫婦間で何かあったのかな?3人の中で一番まともそうな中丸、何があった?中丸休業ってどういうこと?脱退とかではないよね?それは信じたいけど、カトゥーンどうなってしまうの?などの声や、カトゥーンの今後を心配する声も上がるなど、真相をめぐって混乱が生じています。赤西仁、田中聖、田口淳之介の脱退以降は3人で、活動しているカトゥーン、問題児グループとも揶揄された。彼らにおいて、一番まとも、と評されていた中丸さん、赤西さんが2010年7月、田中さんが13年9月、田口さんが16年3月に、脱退している同グループは、赤西さんと田口さんは、独立の意思を表明してからの、退所でしたが、田中さんは退所理由が、度重なるルール違反行為であり、2017年5月に大麻取締法違反で逮捕、さらに2022年2月には、覚醒剤取締法違反容疑で逮捕されてしまい、2023年12月に懲役1年の実刑が確定。今年2月16日にも、医薬品医療機器法違反の疑いで、警視庁麻布警察署から書類送検されています。また、田口庵も脱退後の、2019年5月に大麻取締法違反の疑いで逮捕・起訴されていました。中丸さんは文春の記事が出る前に休業を申し出ています。ということは、言い逃れが
できない内容なのでしょう。中丸さんは朝日放送の朝だ生です旅サラダやテレビ朝日系家事ヤロウなど主婦や中高齢者をターゲットにした番組の出演も多かっただけに、スキャンダルは命取りですから復帰はかなり厳しいのではないでしょうか。6人から2人へ。カトゥーンファンは気が気でないでしょう。カトゥーンの動向から目が離せません。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。